新井敏弘は日本のラリードライバー。群馬県出身。AB 型。群馬大学工学部卒。ニックネームは都市。スバルインプレッサ WRXST に乗り、全日本ラリー選手権や世界ラリー選手権などで活躍する日本を代表するラリーストの一人。2005年、2007年のプロダクションカー世界ラリー選手権シリーズチャンピオン。 ラリー参戦、車両、パーツ開発、プロモーション活動などを国内外で行う、新井モータースポーツ株式会社の代表を務める。長男の新井大輝も親子2代ラリーストとしてデビューしている。学生時代からラリーを、始め、1990年の BC 築戦試験で年間総合優勝している。1991年、AE101 トヨタカローラセダンで、 全日本ラリー選手権初優勝を飾る。1992年にキャロッセから全日本ラリーに本格参戦し、イスズジェミニで全日本ラリー選手権ビリクラスチャンピオンを獲得。1993年からはインプレッサで C クラスに参戦開始し、1996年に C クラス初優勝を飾る。1997年キャロッセに移籍し、 また同年、チームイスズよりパリダカールラリーにも参戦し、総合32位で完走。荒井敏弘のインプレッサ2006年 WRC、ラリージャパン1997年からは、WRC に活躍の場を移す。2000年、ヨーロッパラリー選手権、ツールドルクセンブルクで優勝。アークで日本人が優勝したのは初めて。 WRC にも7戦出場し、FIA チームズカップを手に入れた。2001年、スバルとワークス契約を交わし10戦に出場。キプロスでは自己最高位の4位入賞。2002年、プロダクションカーセカイラリー選手権に本格参戦。スバルからはアクロポリス、ドイツの2戦に出場した。2003年の PCWRC では6戦に。 出場資産賞を上げるも、ランキング2位に終わる。2004年の PCWRC では、最終戦オーストラリアの優勝のみだったが、2年連続で、ランキング2位となった。2005年11月、オーストラリアにて優勝を飾り、日本人としては、初となる PCWRC のチャンピオンを獲得。同時に、国際自動車連盟が公認する世界。 選手権クラスの自動車競技では日本人初のワールドチャンピオンということにもなった。2006年は連覇を狙った p c w r c で総合6位に終わった。ターマックでのスキルアップを狙い、スーパー耐久に都市洗いの名で数千参戦。また、ラリージャパンには WR カーのインプレッサ WRC2006 で参戦した。 2007年は2度目の PCWRC の年間総合優勝を果たした。2008年は新型インプレッサで引き続き PCWRC に参戦し、開幕戦スウェーデンでは総合6位に入るも、その後はトラブルが続き4戦連続リタイアとなった。ラリージャパンでは見事総合3位に入賞したが、年間では総合12位と不本意な結果に終わった。 2009年も PCWRC に参戦。アルゼンチン、アクロポリスでは総合3位。ラリーギガバイトでは総合2位に入るも年間では総合5位に終わった。2010年も引き続き PCWRC に参戦。メキシコは総合2位。フランスでは総合3位に入った。この年も年間は前年と同じく総合5位に終わった。 2011年 WTCC レースオブジャパン2013年アーク・チェコラリー2011年にはグループ R4 の WRXSTIR4 でインターコンチネンタルラリーチャレンジに参戦。序盤は苦戦を強いられるも終盤のスコットランドキプロスとプロダクションカップ優勝を果たし、初年度にもかかわらずプロダクションカップのチャンピオンに輝いた。また、 同年中、二2012年も引き続き、アークに参戦。プロダクションカップに連覇を狙うもランキング2位に終わった。しかし最終戦キプロスでは、s 2 0 0 0に割って入り総合3位入賞を果たした。2013年は、アークを統合した、ヨーロッパラリー選手権に参戦。2019年ラリー・モントレイ2014年より、日本に復帰し、 アライモータースポーツより全日本ラリー選手権 JN-12018 年まで JN-6 と呼ばれたが、クラス変更及び参戦者指規定変更により JN-1 となるクラスに参戦。2015年はバブ型 WRXSTI を投入し、1997年以来18年ぶり、自身2度目の JRC 総合チャンピオンに輝いた。 また、2018年にも、バブ型 WRXSTI にて3度目の JRC 総合チャンピオンとなった。ありがとうございます。